MLB ではドジャース大谷翔平30が50から50を達成し54本塁打59盗塁をマークして歴史を塗り替えたが韓国 KBO ではキアタイガースのキムドヨン内野手均等長イコール21が打率3割4分7厘109打点38本塁打40盗塁と4040 40に迫る大活躍でチームを優勝に導き 大ブレイクを果たした。若きスターの誕生に韓国メディアは連日大きく取り上げているが中央サンデー。では、韓、米、日の名門チームの秋野球と題して各国のプレイオフを特集。韓国ではキアとの韓国シリーズを目指してサムスンと LG が戦いを繰り広げ、MLB はドジャース、ヤンキース、 日本は巨人といずれも伝統あるチームが検討していると元 NC ダイノス社長のイテール氏が伝えている中でも大谷は二刀流で常識を破り今年は打者専念でパワーとスピードの新概念を作り出したとしキム・ドヨンも爆発的なパワーとスピードの両方を備えた野球新人類メジャーより18試合も少ない中で記録したと大谷にも見劣りしない結果を残したとしたまた 日本では MLB と KBO に新人類が登場し、日本ではダッグアウトにいる。日本ハムの新庄監督だ。MLB を経験してショーマンスップを発揮。ビッグボス、として今までにないキャラクターを披露した。リーダーシップで精神、姿勢、雰囲気を変えたと新庄監督の功績を称えている。大谷、キムドヨン、新庄監督は野球の技術ではなく、概念を変えた。 自分たちの秋野球を彩っている。広州、大帝、東京、LA、ニューヨークで赤と青のユニフォームで紅葉のように濃く。我々の胸に染み渡る、とチャンピオンリングをめぐる三国の戦いを論評した。